250個もすごい、261出るんですけど、まず全体的にこの総合レポートで、なんかちょっと前立腺がちょっと今出てますから、うん、あと脂質の代謝みたいなのがちょっと出てるので、でも全体的にアミノ酸とかは気にしなくていいですし、重金属っていうのはどうしても体に溜まりますので、うん、あとホルモンが少し消化腺と胸腺が少し、数字が低くなってるのと、これがまず全体像が出るんですね、はい、であと個別にはこっちで1個ずつ見ていくんですね、まず心血管及び脳血管っていうのを見て、で一応4段階で分けます。正常値、軽度異常、中度異常、重度異常っていう4段階 でこれが、実測値で、これが正常値の範囲ですね。で例えば血液粘土っていうのを、こういうその解説をですね、じゃあここにつけてるんですね、健康診断とか人間ドックでやらないようなとこまでやっちゃうんで、解説しとかないとですね、これどういう意味ですか、どういう意味ですかってこう聞いてこられると対応だけで大変ですから、一応ここにこういう解説させていただいて、これはちょっとドクターにお願いして協力いただいてやっていただいてるんですけど、でこう順番にこう消化管、消化管は、ちょっと胃液とか吸収、この辺がちょっと軽度なんで、軽度はそんな気にしなくていいですから、そんな感じで順番に、これ肝機能ですね、肝機能も軽度なんでそんなにいいかなっていうことで、でこれ胆のですね、胆のも健康ですよね、で膵臓も大丈夫かな、腎臓がですね、腎臓は陽性と陰性だけで判断するので、陽性、陽性、陽性ってこう3つ陽性、尿素窒素と尿酸値と出てるので、これ疲れてくると腎臓って陽性反応出ますし、あと塩分とか辛いものよく食べたりすると出ますから、でこう肺ですね、肺機能で、先日この肺にちょっと異常が多くてですね、あとこの免疫に肺の免疫が悪い人が翌日やっぱり病院行ったら肺がんって言われてたりしますし、でこれ脳神経で、このセンチメント指数と脳神経のとこに例えば重度とか多いと大体うつですね、うつの抵抗ないわけですよ、ね、そこに出てるとね、だいたいうつの人は これで要は企業のうつの対策しようってことですね、はい、疲れとかストレスが溜まってくるとやっぱ出てきやすいですね、そこに出やすいのと、でこれ骨疾患で、あと、骨密度なんかの下形成っていうのは、骨密度でどっかちょっと余分に骨ができてるっていうとこなので、骨折ったりするとよくここ反応しますし、でリュウマチで頸椎ってあるじゃないですか、はい、でこの間頸椎重度の異常ってある人、でこれ何かありますかって聞いたら、やっぱり首の骨3ヶ月前に折ったとか折ってもうギリギリあったと言ってましたけど、命がですね、これは血糖値ですよね、であと、基本的な体質で、低酸素症とか水不足とか、低ハーチとかあってですね、で体の毒素ですね、であと微量元素はカルシウムと鉄と亜鉛とセレンだけ出してますね、で重金属、リード、カルミウム、ヒ素、クロム、これ水銀のことなんですけど、ここまで出るんですね。でアミノ酸はこれ取れてるってことなんで、これは全然気にしなくていいですね。で内分泌系、これ、ホルモン系ですね、ホルモン系で、これもちょっと疲労感溜まってくるとたくさん出やすいので、だからこれ免疫、重度の末期がんの人とか結構ここに出るんですよ、ここにもろに反応しますね、重度でこうたくさん出るんですね。で先日この呼吸器の免疫に重度の異常が出て、でさっきの肺がおかしい方がで翌日やっぱり末期の肺がんだったケースとか、そういうのありますね。であと前立腺であと前立腺が重度になってますね、炎症を起こしてるってことだ、
線だとあの病院であの PSA 検査っていうのがあるので、うん、そういうのを受けられるといいかなと思うんですけど、あと皮膚の状態とかですね、皮膚のフリーラジカルとか、まあ、これ日焼けするとフリーラジカル増えますし、はい、であと目ですね、目の状態で、あとアレルギー反応ですね、アレルギー反応の状態と、あとビタミンで、あとあのインスリンとか、まあ、これ無呼吸のことなんですね、無呼吸とかあの、まあ、そういう肥満的なものと、であとは、まあ、コエンザイムで、男性だとこう精子の数とか運動率とかですね、そんなもんでいいんですか。 あと経絡的なことと、で心臓と脳のパルス状態で、あと血中脂質ですね、まあ、ちょっとコレステロールと血液粘膜があって出てますけど、で最後にあの人体成分レポートということで、体 の, あの、まあ、筋肉量とか体脂肪量とかですね、あと例えば腹部の脂肪、まあ、ちょっと腹部の脂肪が少し高いとか高いですね、はい、であのその辺だけ出して、最後にあの体型アセスメントっていう点数ですね、うん、この点数はあの体型だけで出してるので、ね、さっきのこちらの免疫とかそっちとはリンクしてませんから、うん、あの体の脂肪量とか栄養状態だけで判断して、うん、ここに点数を出してるっていう形ですね、まあ、こんなものを感じなので、レポート数的にすごいですね。でレポートにすると大体70ページなので、はい、これ印刷に20分ぐらいかかるんですよ、うん、あの70ページ出そうとするとですね、うん、で多分インク代だけで、まあ、1000円近くかかっちゃうんで、大体これが一番ミソですね。これがちゃんともらえたら、はい、あ2万円、はい、3万円とか言っても、で健康診断してる人とか人間ドックやってる人でこれ、1万5000円って言っても全然もない、安いなって言うんですよ。あのさっきの健康診断の料金知ってる人はですね、はい、はいはい、そんな感じでもいいですね、はい。